そして今週のこの時間はアルビの選手紹介。今朝は背番号8番ミッドフィルダー小暮文也選手です。1989年6月28日生まれの現在26歳で東京都北区出身。お兄ちゃんの影響で6歳の頃にサッカーを始め、これまで J リーグのアルビレックス新潟、水戸ホーリーホック、アスルクラロ沼津などでプレー。目標の選手はフィルド選手です。それでは小暮選手の声を聞いてください。前半戦を終えましたけれど、まあ、率直な感想、チームの評価でもいいですし、まあ、個人としてもいかがですか？そうですね、まあ、シーズン、まだ半分なんですけど、非常に手応えを感じていて、まあ、順位的にも、優勝を狙える順位にいるので、このまま継続してしっかりシーズン終わった時に優勝という形で終えられればいいなと思っています。まあ、このアルビレックス新潟シンガポールのチームの強みというか魅力というのはどんな点ですか？シンガポールのリーグは、日本と違って個で勝負するというのが、すごく強い、リーグなので、まあ、僕たちは、チームプレーで、そういった個を打開できる強さというのを持っているので、そこが僕たちの強みだと思います。まあ、今年からシンガポールに来られたということで生活には慣れましたか？何かこうシンガポールで楽しみにしていることとかありますか？そうですね、結構ローカルフードとかを食べる機会が多くて、今まで日本では絶対に食べないものだったり、やっぱり食の部分で楽しみにしていることがあるので、もっともっといろんな発見をこれからしていきたいなと思っています。まあ、シンガポールに来て初めてサッカーを見に行くという方もいるとは思うんですけれど、選手から見てよりサッカー観戦を楽しむためのポイントなんかあれば教えていただいてよろしいですか？まあ、シンガポールの場合は、まあ、特にこのジュロンイーストスタジアムっていうのはすごいグラウンドとも近いので、本当にピッチレベルでサッカーを体感できるっていう部分ではすごくいい環境だと思うので、まあ、このジュロンイーストスタジアムに足を運んでいただいて生でサッカーを見ていただくっていうだけでもすごい価値があることだと思うので、ぜひお待ちしております。さあ、そして、ね、優勝するためにはどんなことが大切になってきそうでしょうか？まあ、もっと、本当に一日一日練習をしっかりこなしていって、本当に日本人の力っていうのをシンガポールでも見せつけるすごいいい場所だと思うので、まあ、日々みんなで切磋琢磨しながら頑張っていきたいなと思っています。では最後にですね、 FM96.3 スマイルウェーブを聞いているリスナーの方へメッセージをお願いしてよろしいですか？僕たちはアルビレックス、新潟シンガポールというチームで、ここシンガポールでサッカーを、頑張っているので、その姿をぜひ、見てほしいと思っているので、まあ、スタジアムに足を運んでいただけたら嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。日本での経験を生かしてアルビのリーグ初優勝へチームを引っ張っていってほしいですね。以上、アルビレックス新潟シンガポールの最新情報をお伝えしました。